この番組はタカラトミーの提供でお送りします。ハッピーバースデーアイラ、リズム、ミオン。今日は君たち3人のユニットとしての誕生日だ。ユニット？どういうこと？芸能界デビューよ。その名もマーズよ。マーズ？マーズドキドキ芸能界デビュー。いよいよね。私たちマジで芸能界デビューするの？プラネタリウムでの話は現実？ミオンまでまだそんな感覚じゃ困るな。早速明日から始動なのよ。あ、明日オンエアのゴーゴーコーリングスにゲスト出演決定って。ゴーゴーコーリングス。この番組毎週うちで見てるんですけど。っていうかクラスの女子全員見てるし。それを言うなら日本中何百何千万世帯が生で見てるわ。何百何千万。プリズムショーのスターからいよいよ芸能界デビューよ。全国にマーズをしっかりアピールしてらっしゃい。はい。はあ。か弱きバンビたちの明日を赤き唇で甘やかに導くべし。あ、そうよ。私がいればきっと大丈夫。何百何千万。ん？何百。明日放送のゴーゴーコーリングスはガールズユニットマーズが僕らの番組でいよいよ芸能界デビュー。絶対見てね。アイラお姉ちゃんもすごい。芸能人になるの？ただいま。出産を手伝った俺たちも本当に感激しました。どうしてパパに黙ってたんだ。ごめんなさい。お店は急に休めないんだぞ。え？で、明日は何時からテレビ局だ？まさかヒロ君もついていく気？うん、ママ、録画予約した。親戚みんなに電話しなきゃ。アイラ、サイン考えたのか？発声練習はした。爪切っとけ。歯磨き忘れな。あ、バナナ、水筒も。ママ、ヒロ君、明日は外出禁止ね。テレビって何着て出たらいいの？アイラのくせにコーデに悩んでるちよ。全然わかんないよ。してくれたお揃いのユニット衣装がね。ギャッホン。コーリングス。おリズム、今日はよろしくね。カットでいこう。また緊張して。ショウさん、さすが。私なんかとは存在感も落ち着き方も違う。本物のスターだよ。そろそろ始まるわね。あら、ヒロ君は？パパならずいぶん前からいないけど。アイラ、もうすぐ本番よ。って、何事？マーズってこんなイメージなんだ。そんなわけないでしょ。
アイラの衣装はどうした？用意されていたのはこれだけで。机の上にストーンが置いてあるはずだが。これですか？このストーン羽がついてる。へえ、一つのストーンの中にコーデが揃ってるんだ。すぐ着替えて。はい。失敗か。お待たせしてすみません。あ、いやいや、オンエアにジャストインしてればね、もうオールオッケー、鳩時計。カチカチ、ドアタマクレーンで俯瞰のルーズ MC 波形のポーンでマーズのスリーショットドーン狙っていくと見せかけ、ノーミオンちゃんワンショットポーン、ミオンちゃん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 からのミオンちゃんでさらにミオンちゃん。まあ、お前が波形のポンでドンだもん。あ、今日は固くなんないで、あの軸腹でね遊んでるとでも思って、もうズマーらしくワイカーな感じでやっていただければご結構。はい、よろしくお願いします。します。本番5秒前、4、3、2、1。ゴーゴーコーリング。さて、今日のゲストはなんと本日記念すべき芸能界デビューのマーズの3人です。大丈夫か？どまい。トークでゴーゴー。じゃあまずユニットの紹介からいこうか。ユニット名マーズの由来は？3人の頭文字を取ってミオンの M、 アイラの A。 緊張すると喉が渇きます。じゃあ芸能界デビューを決めた時どんな気持ちだったか聞いてみよう、アイラちゃん。アセッチ社長からいきなり言われちゃって。今よりもっとたくさんの人にプリズムショーや私たち3人の魅力を伝えたいって思ったんです。さすがだっちや。やっぱりミオンが一番だっちや。そんなことないちや、リズムも大きっちや。何あの人形。かわいい。イエーイ。ちょっとおとなしくしてたよ。ミオン、すごく怖いっや。ミオンごめんっや。おー、あら、腹話術？口は動いてますけど。ミオン、結局マーズの由来って何だったっちや？それはね、ミオンの M、 アイラの A、リズムの R、3人の頭文字を取ってマーズなのよ。よくわかったんだっちや。ありがとうっちや。ミオは本当に賢いっちや。はーい、おしまいです。おとなしくしててよね。はいはい。では今週のサプライズ。おお、ブリブリだ。あれもそれもこれも俺の娘はなんと可愛いんだ。ちょっとカメラの前立たないで。最悪。ごめんね、アイラちゃん。ママがヒロ君をちゃんと見張ってなかったばかりに。おお、あれはいつかバイトの面接に来た子じゃないか。ヒロ君の。ほら出た。もう生放送邪魔すんなら、もう出て。もう帰りたい。
ではここで CM をどうぞ。ランウェイでゴーゴー。ここからはマーズとコーリングスがゲームで真剣勝負だ。とその前に、今回はコーリングスチームにサポートゲストが来てくれました。どうぞ。こんにちは、セルナカノン。誰がサマークイーンカップ優勝デュオやで。ご紹介を大きに、うちらに負けた準優勝デュオの皆さん。この二人は何。今日は僕ら3人でマーズと対戦だよ。いや、高いとこ怖い。何やってんのよ。せやかて怖いよ。もうではレディーゴーゴー。このスペシャルランウェイを3人無事にリレーして先に渡り切った方の勝ちだ。勝った方は番組のラストで歌を歌えるよ。うちらが勝ったらプリズムショーや。まず絶対勝ちなさい。そして歌いなさい。オンエア中です。楽勝。夏のプリズムクイーンはうちらやで。リズムかっこいい。ほんま、女の子にしとくもったいないわね、ひびきはん。あ、女の子にかっこいいって嬉しくないんだっけ。ゲームに集中。あと少し。しばらくお待ちください。すごい。かっこいい。クリビツ天行。申し訳ない、娘のことになるとつい。歌の生中継に行きましょう。まずの皆さん、リンクへ。はい。やった。Bye.
おお、オッケーのお疲れちゃん。ラハリヘ、ギロッポンでシースーマユーと行くか、経費で。はい。そうですか。今後ともよろしくお願いします。局に問い合わせが殺到してるそうよ。マーズをもっと見たいって。よかった。プロデューサーもぜひまたコーリングスと共演してほしいって。忙しくなるわね。またコーリングスと一緒にテレビに出られるなんてハッピーラッキー。スタジオで会うコーリングスも結構かっこよかったしね。うん、本物のスターだった。あんなに緊張してたのに調子いい。修学旅行で京都に到着したアイラたちは、一人で番組収録中の響と遭遇する。心ときめくリズムであったが、そこへ偶然居合わせたセレナとカノンが乱入。響とのただならぬ仲の良さを見せつけるカノンに、リズムは激しく対抗心を燃え上がらせる。次回、プリティリズムオーロラドリーム、修学旅行でお笑い対決。なりたい自分にプリズムジャンプ。この番組はタカラトミーの提供でお送りしました。